日本ではハムスター人気に押され、しかもそのハムスターと混同されることも多いモルモット。でも違いは案外多いんです。例えば大きさ、手のひらサイズのハムスターと比べるとモルモットの方が一回り大きく、平均体重は1キロ以上もあります。食事では雑食のハムスターは両手を器用に使って食べ、両頬にある袋、頬袋に食べ物をせっせと詰め込む習性があります。一方モルモットは草食で、前足を使わず直接口でパクパク食べますが、ハムスターのような頬袋はなく食べ物は食べません。ただ食欲は旺盛で、レタスなら1個ぐらいはペロリなんだそう。そしてハムスターといえば回し車、身軽で運動能力も優れていますが、モルモットは興味ぐらいはあるようですが、回し車で遊ぼうとはしません。体が大きいからか、おとなしい性格の子が多いようですね。さてそんなモルモット、欧米ではすこぶる人気。理由はまず種類が豊富なこと。例えばイングリッシュというのは短髪で凛々しいタイプ、対してペルビアンはロン毛、背中の毛が地面につくほどの長髪になることもあるそうです。一方体中がつむじだらけなのはアビシニアン、巻き毛ならもっと豪快なパーマ姿もいて、ヘアスタイルをポイントにバリエーションはとにかく豊富です。さらにこんな魅力も。飼い主さんが優しく撫でてやると、そうモルモットは声でコミュニケーションの取れる動物。ここおいで、もちおいで。呼んでやるとほらちゃんと出てくるんです。飼い主の言葉が分かっているみたいですね。さらにこんなことも。お部屋の中で一緒に散歩することもできるんです。この子のお気に入りはお腹の上、温かくて気持ちがいいのか、すっかり安心しきっています。一方こちらは今妊娠中のモルモット。お母さんのお腹が動いているのが分かりますね。今赤ちゃんが出てきました。モルモットは体の小さな動物の中では妊娠期間が長く、60日から70日、一度に2匹から4匹の子供を産みます。赤ちゃんの体重は 90g ほど。すでに毛が生え、目も開いていて、大人をそのまま小さくした状態で生まれてきます。食事はおっぱいが中心ですが、生まれてすぐ大人と同じものを食べるようになります。子育てにあまり手がかからないところも魅力の一つかもしれません。そんなモルモットをたくさん見られるのがこちら。60匹が暮らしているといいますが、あら、こんなところに隠れていました。野生では群れを作って巣穴で暮らしているため、こういう状態になってしまいます。人気の椅子ともなるとこの通り。試しに透明の椅子を置いてみると、これまで見たことのない隠れ家に興味津々。好奇心は旺盛のようですね。どん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 集まってきます。とにかくこういう過密な状態の方がモルモットにとっては心地が良いのかもしれません。さて集団で暮らしているモルモットたちはあるとても可愛い行動をします。それは飼育員さんが部屋の掃除をする間、別の部屋に移動しなくてはならない時です。飼育員さんが扉を開けてやると、なんと自ら部屋を出て歩き始めています。しかも一匹ずつ順番に進み、追い抜いたり遅れたりするものはいません。
モルモットたちはちゃんと行き先を分かっている上に、いつも一列で行進するんです。なんてお行儀がいいんでしょう。そこでこんな検証をしてみました。いつもとは違う部屋に向けて透明な板で道を作成。どんな動きをするでしょうか。するとモルモットたちは迷うことなく作った道に従って歩いていきます。ここでも一糸乱れぬ見事な行進。でも行き着いた先はいつもとは異なる部屋。まんまと騙されてしまったでしょうか。でも一匹が気づくと他の仲間たちも続いて、結局いつもの部屋に入っていきました。えらい。さあここからがクイズだっけだろ。今度はモルモットが通れるギリギリの幅でいつものルートと同じ方向に道を作りました。しかし先端は行き止まり。さあ今度はどうでしょう。まずは迷わず移動開始。状況が変わってもいつもと同じように一匹ずつ出ていきます。前が詰まるとちゃんと列の後ろに並んで待っているではないですか。でもついにすし詰め状態。もう身動きが取れません。さあこの後モルモットたちは一体どうしたでしょうか。それでは正解です。すし詰め状態で立ち往生してしまったモルモットたち。しばらくは困ったようにそこにとどまっていましたが、やがてこれ以上は進めないと一匹が判断したようです。ついにバックを始めました。しかもバックもやっぱり一匹ずつ。そうして行儀よくまた元の部屋に戻っていきました。ということで正解はみんなでバック。ちなみに飼育員さんによると、群れで行動するモルモットは一匹が歩き出すと仲間についていくので、結果的に行儀よく行進することになるのだそうです。